方チャンネルのアイとハンさんです。今日は本当に雑談の方の雑談っていう回なんですけれどもすいません超雑談皆さんまだまだ友田翔吾さんの武道館ライブ DVD 楽しんでいらっしゃいますか。イエーイ。コメントとかを拝見させていただいているとですね、3週見ましたとかもう5回見ましたとかたくさん何回も楽しんでらっしゃる方が多くてですね。ちなみに愛は何億回見たの？3、4週ぐらいか。愛が4週目で俺はちょっと待ってちょっと見れる時もあるから2週ぐらいって感じかな。そうですね、時間があればね一緒に揃って DVD を何回も見させていただいたりしてるんですけれども、先日なんと私たちのお家にですね、私の母がやってきましてでなぜかアンさんの誕生日の日というねバースデー会をしつつ浜田翔吾さんの武道館ライブ DVD を3人で見るというですね事態になったんですよ謎の楽しい会合楽しい会合になってたんですよね結構ご家族で一緒にライブ DVD 見るっていう方も多いんですかね。見たらいいよね、家でお父さんが流してたら子供たちも一緒に見るとか、まあ、そういうパターンとかあるやろうし。そうですよね、視聴者さんでもきっとそういう方も多いと思うんですけど、まあ、なんならね親子とか家族揃って浜田翔吾さんファンですっていう方もいらっしゃるからね。そうだよね。でちなみに母親はですねそこまで浜田翔吾さんすごい好きですっていうわけではないんですけれども、浜田翔吾さんのこのいい声だったりとかですね、音楽すごくいいよねっていうことはすごく共感してくれる人なんです。まあ、そもそも愛に浜田翔吾さんを好きになるきっかけを与えた人だからね。そうなんですよ、何回も動画でもお話しさせていただいてるんですけども、カラオケに一緒に行った時にカラオケで浜田翔吾さんのもう一つの土曜日を歌ってくれて、そっからのめり込んでいったというで、まあ、そんな母親とですね一緒に武道館 DVD を見たんですけれども、まあもう大絶賛でした。大絶賛やったね。もうびっくりするぐらいもう私と感想が同じなんですよね。びっくりした。あれの言うてたことと、うん、同じこと言うてはる思って。そうでしょ、浜田翔吾さんの声は唯一無二だもうかっこいいとか若いとか、まあ、やっぱり親子だなと思うぐらい同じことめっちゃ言ってたんですよ。体型だったりとかもやっぱすごい体力じゃないですか、ライブをやるのって。それすごい言いたかったね、やっぱり、うん、愛たちが実家で見てたりとか、うん、YouTube とか DVD で見てたっていうのを横から見てたりとかしてて、うん、まあ、久しぶりに見たわけやけど変わってへんなっていう。そうなんですよ。あれおいくつでしたっけみたいな。そうなんですよ。で今69歳だよっていう話をしたら、こんな69歳見たことないって言ってたし相当ストイックなトレーニングをしたりだとか、これはもう並大抵のことじゃない、さすがプロだっていう風にめちゃくちゃ褒めてくれて、うん、私がなぜか誇らしい気持ちになるというなんかありませんか、なんか好きな浜田翔吾さんを褒められるとそうでしょみたいななんか誇らしい気持ちになりましたね。でさっきアンさんが言ってくれたんですけど、私がまだ実家にいた時はですね、もう毎日のように浜田翔吾さんのライブ DVD を流しまくってたわけですよ。もうすり込みすり込みみたいな。そうなんですよ。で横にいる母親やっぱりずっと聞いてるので、ラストショーだったりとか、あとは愛という名のもとにとか片思いとか、まあ愛という名のもとにはもしかしたら世代なのかもしれないけど、まあ確かにね、うん、それで、あ、これ聞いたって言って、でラストショーは一緒にちょっと見たりとかっていうのをやってました。釣り込んだ会があったっていうねでずっとライブ DVD を見てると母親が急に、浜田翔吾さんって声低いの高いのどっちなのみたいな浜田翔吾声低いのか高いのか問題そう急に聞かれて一瞬ちょっと確かに高音が出るね。そうなんですよ、浜田翔吾さんが若い頃は声高いですけど、今すごい深くて低いじゃないですか声が。でも音域が広いから高音が出るじゃないですか。男性のファンの方もここのキー出せないとか、で女性からしたらここの高いキーはありがたいのにここの低いキー全く出ないみたいな一曲の中で振り幅がすごすぎるっていうね。だから浜田翔吾さんってやっぱ音域の低さっていうのはすごい感じてて、浜田翔吾さんの場合ガラガラではないねんけど、うん、なんだろう、低くてビリビリする音っていうか、あ、分かる分かる、なんか振動してるような感じの、ガラガラではないねんけど、うん、表現することは誇りなくてガラガラって言っちゃうけど、うんうん、なんか普通に話しててもさ、もうなんか尋常じゃないじゃん、なんか存在感が。多分その辺の道なんかでさ、浜田翔吾さんの声を聞いた日には多分全員さ、浜田翔吾さんのことを知らなかったとしても見ちゃうと思う、変えるよね、聞いちゃうと思う耳、それぐらい存在がすごいと思う。
本すごいこうね跡を残していくのよね。そうそう、そういうこと、そういうこと。なんていうか、例えが正しいのかどうかわからないよ、うん、綺麗な刃物よりガタガタの刃物の方が引きつけるっていうのかな、うん、あ、そういうか、イノスケの刃物みたいな。すごい、でもわかる、そういうこと。そう、だから私もそれがね、あの引っかかりっていう表現になっちゃうんだけど、 うまく表現できないんですけど、そういうことなんですよ。低い声も出て、しかも高い声も出てる、ね、そうなんですよ。低い音が同時に出てるような感じっていうのかな。そう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 、低くて、だからそれがビリビリっていうのね。なんか何重かの重なった声だよね。単純な声じゃない、まあ、間違ってたら申し訳ないですけど、まあ、倍音って言ったりとか、なんかいろいろ、なんか美空ひばりさんとかもそうやったらしいんだけど、声が2つ同時になんか音が2つ出てるみたいな。違ったらごめんなさいね。そう、だからそれを母親はねびっくりしてた。でこの日に発覚したことがあるんですけど。発覚。そう、私母親のカラオケで浜田省吾さんのこと知ったじゃないですか。母親に聞いたら、母親は私の父親と付き合ってる時にカラオケに行って、その時に浜田省吾さんを知ったらしいんですよ。父親が歌って。なるほどね。え、そうだったのみたいな。カラオケで連綿とこっついていく。そうなんですよ。え、それすごくないですか。巡ってるわけですよ、うん、こうやって世代がね。私たちはもうめっちゃ浜田省吾さんのこと大好きだし、武道館ライブ DVD なんてもう死ぬほど涙が出るほど感動するわけよ。当然なんですよ、それは。でもめっちゃくちゃすごいファンじゃない母親が見てもすごいいいって言ってもらえる、やっぱり浜田省吾さんのライブ、バンドメンバーの皆さんだったりとか、やっぱりクオリティが高くて誰が見ても素晴らしいと思うようなライブだったんだなっていうことが、なんか私はすごいなんか痛感したっていうか、それがすごい嬉しくて、これはもう家に来た人全員に見せようということを心に決めました。来客全員に。そう、やっぱ同じファンの人じゃないとあれかなと思ったりとかしてたけど、うん、お茶と一緒に浜田省吾さん、そう決めました。皆さんも来客時にはしれっとこれをね流してね、こう広めていくみたいな。そうですね。できなくやっちゃいましょうか。やっていただいてというところでね。っていう感じで、めちゃめちゃ本当に雑談っていう感じだったんですけれども、母親とアンさんと私の3人で武道館ライブ DVD 見ましたよっていう話でした。はい、自分も家族と一緒に見ましたよっていう方がいらっしゃったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。愛里の部屋やアンさんの古本というチャンネルもやってますので、よかったら下記概要欄からチェックしてみてください。 Twitter や Instagram もやってますので、よかったらフォローお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。 Peace!